さんどうも、ニュキットとジョキノコです。こんにちは。本日はですね、マンハッタンポーテージさんのお店に来ております。本日は私一人ではなく、スタッフの方たちと一緒に動画を撮らせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スタッフの皆さんにちょっと自己紹介をしていただきたいと思います。はい、早速お願いします。はい、はい、藤田です。年齢は24歳になり、あともうちょっと25歳になります。はい、ありがとうございます。で、店舗は東京店で、はい、原宿のキャットストリート、渋谷と原宿の間のキャットストリートの東京店で、はい、買っています。はい、よろしくお願いします。お願いします。東京店の水崎です。年齢は34歳になります。よろしくお願いします。お願いします。新宿店の田村です。年齢は32歳になります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで早速、スタートしたいと思うんですが、はい、デートコーディネートをですね、皆さんに組んでいただきたいなと思っておりまして、はい、今回は普通の、デートコーデではございません。4つのデートを持ってきました。縛りありですね。はい、縛りありのこのデートコーデになります。ただ、皆さんが好きに選べるわけではなくですね、今回今からじゃんけんをします。じゃんけん、じゃんけん、はい、でじゃんけんで勝った人からこの4つを選ぶことができます。なるほど。なので最初に勝った人が選べるので、最後はもう皆さん残ったものになります。はい、じゃあちょっと早く勝ちたいです。自分そうです、勝ってもらう、選びたいね。ちょっとぜひ、じゃあ早速もうやっていきましょう。はい、じゃあいきますよ。はい、最初はグーじゃんけんぽい。おお、勝った。じゃあ先にじゃんけんしましょうか。いいですか。はい、おっ、決まりました。いきますよ。最初グッじゃんけんぽい。がはい、ではお二人じゃんけんお願いします。しゃー、気は入ってる。はい、負けらんない。せーの、最初グッじゃんけんぽい。おー、さきさんには負けないっすよ。ということで、じゃあ私が1番で、はい、2番、3番、4番という形の流れで選んでいただきましょう。はい、では早速どのデートがあるかお伝えしたいと思います。1つ目カフェ、まあ、王道でしたね。カフェですね。デートといえばカフェです。2つ目朝活。朝活、はい。3つ目、おうちデート。あ、おうちデート。で4つ目、まあ、デートといえばテーマパークです。じゃあこの4つから皆さん選んでいただきます。はい、はいはい、では早速ちょっと私からなんですけど、はい、私はじゃあちょっと楽しいテーマパークを選ばせていただきたいと思います。はい、テーマパーク。じゃあ、はい、あと残ってるのがカフェ、朝活、お家の3つなんですけど、なるほど。どれにされますか。じゃあすみません、王道のカフェ お願いします。みんな王道行くやな。じゃあカフェとテーマパーク消えましたね。はい、じゃあお家で。お家。お家。いいですね。では最後。いや、僕は、ないないということで朝活で。はい、朝活ということで、はい、じゃあ以上4つで、コーディネート皆さん組んでいただきますので、よろしくお願いいたします。はい、普段よくジョギングをするので走ってそのまんまこうカフェとか行ったりとか、ただ2人で一緒にちょっとこうジョギングしながらっていうような感じのコーディネートを組んでみました。なんかジョギングしてもやっぱりこうおしゃれはしたいの で自分はストリートのファッションが大好きなので、ちょっとこうストリート要素も入れつつコーディネート組んでみました。上の T シャツなんですけど、はい、これ素材がポリエステル 100% なんですけど、とにかく素材が柔らかいです。はい、で速乾性があるので、例えばランニングとか汗かいた時でもグッチョいい感じです。あとは実はこれベンチレーションっていうのがあります。ベンチレーション、ここがメッシュになってて、実はここもなんですよ。お脇、はい、大事大事なので、ベンチレーションがついてるので、なのにおしゃれっていうので、これはちょっとランニングの時にはいいかなと思って選びました。でパンツもちょっと見た感じワイドすぎるかなと思うんですけど、これスパンデックスの素材使ってるので吸収性もあるんですよ。で伸びるっていう、はい、なのであとは軽いっていうのが一番メリットとしてあるので、ただ本当に走る時とかにすごいいいですね。はい、でも朝活なのでちょっと関係ないかもしれないんですけど、はい、実はここリフ
フレクターになってて、あ、はい、夜にもいいです。あ、はい、夜のランニングでも使える。使います。いいですね。このパンツとかもちょっと大きいんですけど、はい、S サイズとかもちっちゃめなのもあるので、同じ柄違いのものとか着ていただいて、上も柄違いあるんで、あ、いいですね。はい、だから完全ペアルックっていうのもできる。そうですね、はい。ちなみにどのあたりをいつも走るんですか、ジョギングは。そうですね、家の近くにあのランニングするところがあるんですよ、うん、でそこでランニングして、で最終的にいつも駅まで、結構自分の住んでるところから駅がちょっと結構距離があるので、ちょっとこう近場で走って、で最後は駅の方まで走って、で駅地下でモーニングして帰るっていうのをやってます。なんでそれを一緒にやってくれる人がいたらなっていう。素敵なスタイリング、ありがとうございます、はい。ダラダラをテーマに組まさせていただきました。お家でダラダラできる、なんかラフな格好だけど出ても大丈夫っていう格好で、外出るときはこのキャップをかぶって、かわいい、ちょっとね、寝癖とかついてるかもしれないんで、なんでかぶってこれでコンビニに行けたらなって思って組みました。パンツはあのレイオン素材なので、あのシワになりにくくてすごい柔らかいので、本当になんかあの過ごしやすいというか、うん、お家でもなんかそんなになんか、ね、ずっと座っててシワができたみたいなのもそんなにないと思うのでポイントだと思います。ちなみにウエストはゴムですか。あ、ゴムです。あ、ゴムで紐がついてるって感じですね。トップスは、トップスでも本当にここのスリットが一番ポイントかなって自分的には思いますね。あと結構なんかマンハッタンの T シャツってなんか結構いろんなお客さんからも言われるんですけど、生地がすごいしっかりしてるんですね。なんで本当によりにくい、洗濯何回してもよりにくいので、それであの毎回シーズンでリピーターの方も結構多いので、まあ、そこはもう本当にまあ全部にはなるんですけど、めちゃくちゃおすすめです。ちなみにこの2つともレディースのものになります。でもこれのこの後ろのマークがついた T シャツはあるので、まあ、それこそ女の子はロンティーで、男性は T シャツでシミナールックでも使えると思います。ちなみにメンズの方でもそのトップスとボトムス、身長と体型さえ合えば一緒にシェアすることもできますか。あ、全然できます。こうなんかラグビーしてて肩幅みたいな感じのちょっとあるかもしれないんですけど、じゃ肩幅普通だよって言うんだったら全然に合わせられます。なるほど。カリさんと一緒にあのマンハッタンさんのアイテムをシェアされたりとかもするんですか。あー、でもまだしたことないですね。あ、まだしたことがない。なるほど。でもなんかあの貸してとかはあります。あ、本当。お揃いでとかないんですけど、うんうん、ちょっとこれ貸してほしいみたいな、いいよ。あ、ちゃんと貸してあげるんですのは、はい、ありますね。いや、皆さん、じゃあちょっとこれからおうちデートの方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。王道のカフェデートなので、はい、まずちょっとやっぱ気になるお相手をちょっと誘うっていうところで、はい、ちょっと初デートを意識して。初デート。そうなんですよ、うん、なのでちょっとやっぱ自分らしさは出したいなと思ったので、うん、なんかこうデニム好きなので、うん、デニムを軸に、でもちょっとダメージは入ってるので、うん、ちょっとやぼったい印象にあんまならないように、うん、色のトーンこう全部こう合わせてちょっとまとまるようにコーディネートしてみました。私170センチなんですけど、実はこれ S サイズ着用してまして、だいぶオーバーサイズのシャツなんですよ、はい、なのでこうボリューム感のあるパーカーとかもインナーに着ていただけますし、うん、で着丈もすごい長いので、うん、こうコート感覚でも着ていただけるので、うん、だいぶこう万能かなっていうアイテムになってます、うん、はいはい、で一応あの色違いでこうチャコールとかもあるんですけども、うんうん、実はパーカーもこれ取り外し可能になって、あ、今自分外してるんですよ実は。あ、本当だ。インナーにパーカー入れてまして、うんうん、なのでこう1枚 T シャツとか
あのニットとか着るときはパーカーも入れられるので、まあいろいろと着回しは効くアイテムですごくおすすめです。これは2つもユニセックスになっておりまして、まあ男女ともに着ていただけるような感じになってます。じゃあ例えば、はい、彼女がちょっと寒いから貸してほしいなって言ったら余裕で。もうその時はもうすぐにこれ脱いで。お渡そうかなと。なるほど、はい、大事。かっこいいですよね。パーカーはちなみにこう刺繍で、あのモーニングって書いてあるんですけども、今期のアパレルのテーマになってまして、すごい可愛くないですか？可愛いです、はい。ちょっとインナーに可愛さも出して。あ、いいですね。ちょっとおしゃれさが出てます、ね。そうです。あとこのパーカーの紐の部分もよく見るとマンハッタンポーテージ書いてあるので、これもアクセントになって非常にいいかなっていうので、ちょっとインナーに入れてみました。なるほど。はい、そのインナーの、はい、パーカーはあのユニセックスとおっしゃってましたよね。そうですね、パープルの色もありました。あ、かわいい。だいぶ印象も変わるかなっていうので。確かに、なんかペアルックで着るのいいですね、うん、ちょっと色違いで。そうですね、これで一緒にちょっと出歩けたら、そんなデートしてみたいです。ちなみに普段どのあたりにカフェデート行かれるんですか？そうですね、結構あのわちゃわちゃしてるスポットはあまり得意じゃないので、ちょっと落ち着いてる、うんうん、ちょっとあの代官山とか行って、おしゃれおしゃれ、ちょっとケーキとか食べて、はい、うまくことあのうまくいけたらなっていうので、うん、初デート頑張りたいなと思ってます。お、いいですね、初デートのコーディネートということで、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ初デート楽しんでください。行きます。はい、ということで私は最後テーマパークの、コーディネートを作ってみました。なんて言うんだろう、探検家みたいな感じのイメージで今回組んでみたんですけど、でもさっき着てた柄は、うん、あ、それです。これは、あ、でもなんかコーヒーとか書いてたりする柄で、私が今着ているのがモーニング。モーニング、なんか月曜日、火曜日、水曜日って書いてあるんですけど。なるほど。なんかその月曜日のこの胸元に書いてる、あ、フライデー、フライデー、なんかコーヒー飲もうぜみたいな、コーヒー飲もうぜ、なるほど、あのテンションのプリントのデザインになってます。なるほど。じゃあ本当にその毎週曜日の文字が書いてらっしゃる、あ、そうですそうです、感じなんですね。ちなみにこれが私メンズ着てるんですけど、これちょっと着丈短いですがレディー、うん、そっち手に持ってるのはレディースのサイズになりますね。あ、じゃあレディースとメンズで分けられてる感じですか、うん、サイズは。そうです。あ、そうなんですね。私普通にメンズ拾ってきちゃったんですけど、うん、レディースもあるってことは、じゃあメンズとレディースでペアルックもできる。あ、もうその通りでございます。なるほど、ありがとうございます。本当にさっきも、ね、私、うん、藤田が着てたパンツと同じ素材で、はい、あのレイヨン素材使ってるので、はい、本当に軽くてシワにならず柔らかい、着心地がいい、まずそれがあれですね、もうポイントになります。こちらの色味はあれですね、ちょっと私今パッて見たんですけど、胸元にメッシュ、あ、そうなんですよ、がついてる。ちょっとこれで私もちょっとテーマパークに行きたいと思うので、ぜひ皆さんよかったらお揃いにしてみてください。ありがとうございます。ということでスタッフの皆様も本当にありがとうございました。ありがとうございます。もうデートとかになると、まあ、適当に自分が着たい服を着てたんですけど、やっぱその場面に合わせて選ぶってなんか楽しいなって思ったので、まあ、これからそれこそテーマパーク行きますとかカフェ行きますっていう時にはなんかその場面に合わせてなんか組んでみるのもいいなと思ったので、ちょっとチャレンジしてみたいなと思います。ちょっと自分朝活っていうテーマでしたけど、まあ、自分が日頃こうやってることをデートにつなげるって考えもしなかったので、なんかそこはちょっと新しい発見もあって、あと他の皆さんのコーディネートも、あ、こういう感じかっていう新しい発見もあったので、意外とカフェデートだったり、まあおうちコーデもそうですけど、意外とこう意識しないことだと思うんですよ。確かにそうです、ね、だからそれをこう意識してコーディネート組むってすごい楽しかったので、はい、ありがとうございます。あ、こっちこそありがとうございます。もう純粋にデートしたくなりました。すごい。
本当にこうデートっていうのを決めてコーデ組むとよりこの一層想像とかも膨らみますし、なんか行きたいなって、もう春ですし、春ですね、そうなんですよ、まあ、あとは今美咲さんも言いましたけども、あの皆さんのコーディネート見てすごい参考になったので、あ、こういった組み合わせもあるんだって思いながらちょっとワクワクして見れました、うん、すごく楽しかったです、嬉しいです、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、ということで本日、出演いただきましたスタッフさんの SNS の、 あのアカウントに関しましては概要欄の方に貼らせていただいておりますので、そちらご覧いただきたいのと、本日、使わせていただきました着用いただきましたアイテムに関しても概要欄に URL 貼ってますので、そちらご覧いただけますと幸いです。ということで皆さん本日はありがとうございました。ありがとうございました。では皆さんもありがとうございました。